ワンちゃん。ポンちゃんが布団でトイレをするということは今のところ止まっています。これちょっとピントが合わないのごめんなさいね。暗すぎてダメのようですね。マオイママさんの布団の上でさっき寝ていたのを、見ました。ちょっとどうかな、大丈夫かなと思って撫でたんですが、布団は大丈夫でした。あの赤いブランケットの上で寝ている限りおしっこはしないようですね。いい子です。はい。ごめんごめん。はいはい。いい子いい子。今6時ぐらいですが、早くに目が覚めてしまって、ポンちゃんに疑いを持って、その後ポンちゃんは全然大丈夫だったということが分かりました。で、結果眠れなくなってしまってですね、ずっと、朝まで起きてます。まあ起きたって言っても4時ぐらいだ、4時半だったかな、から今に至ります。ポンちゃん大丈夫でしたね。ポンちゃんごめんね。それ以降折あることになでなでをしております。すいませんでした、疑って。ポンちゃん、布団でおしっこをしなくてありがとうね。ポンちゃん偉いね。はい、ポンちゃん、とにかくポンちゃんを近くに来たら撫でるという儀式をやっています。これは絶対効果があるかどうかわかりません。でも少なくともなでなでをしているときは心の安定が得られるかと思いますので、ジャン君がジェラシーを感じない程度に配分よくやっています。はい、パンちゃん、いい子だったね。今朝で5日目ですね。布団でおしっこをしない日記録更新中です。はい、後回しにはなってないよ、ジャン君。ジャン君偉いね。ジャン君はお布団でおしっこをしない記録8年かなね。はい、ジャン君、ジャン君も、ポンちゃんも、トイレ使いましたよ。いっぱい砂してるから。はい、よし。6日目、ポンちゃんがおしっこをしないでいてくれるかどうかの挑戦になります。頑張れ頑張れポンちゃん。今まで結構寝てたから、これから結構元気になるんでしょ君。今日ずっと寝てたよ君。Thank you.
の高いところでお休み中です。ジャン君は布団の中に入ってきたね。中ではない、もう隙間なの。あら、偉いね、ジャン君。うん、そのまま布団の中で寝ようよ。うん、いいっすか。行きますか。